どうも、タカです。いつも金曜日の朝は僕はラジオやってるんですよ。ローカル FM ね、鎌倉 FM っていう、ラジオ、いつも金曜日朝7時から8時の生放送でやってて、で、そこ、早いんですよ、もう始発ぐらいに乗ってね、スタジオ入ってるんですけど、だから結構ラジオ終わってから今時間とかはね、だいたいちょっと朝ごはんがてらカフェにみたいな、そんな感じなんですけどね。で、ちょっとね、そろそろ10月もう半ばになっちゃったけど、今月の僕のペンケースの中身、今月はこれで行こうと思ってます。全部モンブラン。ちょっと詳しくまたね、別で動画撮ろうと思ってるんですけど、全部モンブラン、149は入ってないんですけどね、まだ動画に登場してないやつ3本あるんですよ。だからナンバー32が2本あって、320が2本あって、221、221が2本で、鉄弁の310、という具合の、モンブランだらけで、ちょっとね、しばらくは行ってみようかなと、持ち出す万年筆はね、というふうに思ってます。だいたいここで、ラジオ終わった後はね、いろんなカフェに、ここだけじゃなくていろんなカフェ行くんだけど、カフェ行ってなんかいろいろ書いたりとか、あとは iPad 使ってね、絵描いたりとか、なんかそんなことして1時間ほどのんびりしてます。階段で掃除機かけ始めたんだけど、いいや。じゃあまた後ほど、このモンブランの中に入ってるインクたちはね、後ほど別で、ゆっくり紹介したいと思います。